はい、あやめです。よろしくお願いいたします。名人戦第4局は渡辺名人がわざと香車を取らせるという、プロも驚くような衝撃的な構想からリードを奪って、そのままリードを拡大して勝ち切るという流れになってましたが、実は斎藤八段も終盤戦におきまして、たくさんの強烈な罠を仕掛けておりましたので、今回はそのどういった罠があったのかということを振り返ってみたいと思います。今、90手目ですね。5九角と渡辺名人が打ち込んだところで、ここではもう評価値的には2000点ほど渡辺名人の方に傾いておりました。次に6八銀と打って、6九角と打つ詰めろをかける手が非常に厳しいですね。また、例えば、6八銀と打ったとしても、取って取って、5六銀と出ていけば、次の5七金からの詰めろで一手一手になると、そんな風に見られておりました。ただここから斎藤八段が8二飛車成となっていったのが強烈な罠を含んだ手でした。渡辺名人は長考の末にこの罠を見破ってギリギリ勝ち切ったんですが、例えばここから平凡に6八銀と打っていったら何が起こるのか見てみたいと思います。はい、これは6九角の詰めろかつ、次、7七銀成同桂、7六歩と、そういった桂頭攻めも含んだ非常に厳しい一着なんですが、ここからですね、6四銀と王手する手がありました。渡辺名人はこれを嫌って6八銀と指さなかったということですね。仮にこれうっかり5二玉とかわしますと、なんと4四桂という本当に桂馬を打つ絶妙手があって、後手玉が一気に詰み筋に入っておりました。仮に同歩なら6二竜と取りまして、同玉に6三銀成で、どこにかわしても頭金までの詰みということになってしまうわけですね。また、4四桂に6一玉と逃げて、ぱっと見大丈夫そうに見えるんですが、2一竜と素朴に王手された時に、3五に歩がいるので3一に打てませんし、5四に歩がいるので5一にも打てません。なので合駒が角しかないんですね。例えば3一角と合駒すると、そこで8一竜と、これまた素朴に王手された時に、この7五に歩がいるので7一に歩が打てず、合駒利かずの詰みになってしまうわけですね。こういった恐ろしい罠がありました。またこの2一竜に5一銀と引いていくのも、今度はシンプルに同竜、同玉、6二竜と行きまして、同玉、6三銀打ちで、どこにかわしても頭金までの詰みということになってしまいます。ということで、6四銀に王様引くと詰んじゃってました。また、同玉と取るのも6二竜と王手しまして、金合いがあれば6三金で詰まないんですけど、あいにく金合いが品切れでございます。また7四玉も6四金から王様かわして7三竜で、8三玉の方が長いんですけどね。この場合は7三金で、9三玉も8四玉も8二竜で詰みということになります。ということで、これも詰みですね。また6三銀と打つ手もあるんですが、これは7六桂と打ちまして、同歩に7五金、同玉、7三竜、7四合駒、8七桂まで吊るし詰めが完成しておりました。こうした非常に恐ろしいトンチ筋を8二飛車成は組んでいたわけですね。これで7四玉とかわすんですが、そこで8六桂というびっくりするような捨て駒がありました。6四玉は6二竜で詰むので同歩と取るしかないんですが、そこで7五銀と追いかけていって、なかなか際どいですね。ここで仮に、同玉と取りますと、8六金、7四玉、7五金と押し売りして、なんと詰み筋に入ってしまいます。同玉なら8四竜、7六玉、8六竜まで詰みになります。また、7五金に6三玉と逃げる変化は6四金と出ていきます。これで詰み筋ですね。仮に同玉なら6二竜と王手しまして、6三金合が一番頑張れるんですけど、7六桂と打って、7四玉なら7五歩、同玉と打ち捨てて、7三竜がちょっと気づきにくい構想ですね。これで同金に8五金、7六玉、8六金までの収束ということになります。
常に恐ろしい豚死筋ですね。まあ、実戦でこう進んでいたら、もう食らっても全然おかしくないぐらい、強烈な豚死筋でございます。じゃあ、5二玉はどうなのって話なんですが、これも4四桂がクリーンヒットします。同歩ならさっきと同じ要領で、6二竜同玉、6三金からどこにかわしても、頭金までの詰みとなってしまいますね。ということで、4四桂には王様かわしていくことになるんですが、よーく見ると、8八に香車が効いてるんで、6二竜同玉、6三金と打っていって、なんと進んじゃってるんですね。6一玉は5二桂成以下、7一玉も7二歩と打って、6一玉、5二桂成でぴったり詰んでます。こういう恐ろしい豚死筋がありました。渡辺名人がその回避するのも、これでわかるかなと思うんですけどね。ただ、後手は唯一その、さっき、ケース手から、6四銀という強烈な筋が、なんですが、これですね。この、で、7四玉、8六桂同歩、7五銀という、ケース手から強烈な銀捨てが来たんですが、同玉は詰まされましたので、6三玉と下がるのが唯一詰まない手順になります。で今度は、同じように6四銀と出ていっても、まあ、7四玉は7五歩で詰むんですけどね、5二玉と行きまして、4四桂に同歩は6二竜なんですが、今度こそ、6一玉と引きまして、これで8六に、さっきの変化と違って、8六に歩がいるので、わずかに足りずに、後手が勝つというわけですね。2一竜には5一桂合として、9一竜には7一歩と合駒が効きますので、6九角の詰めろを残して紙一重、勝てると、そういった展開になっておりました。本当にギリギリですね。まあ、ということで、こうした変化、非常に渡辺名人としては楽勝だったはずの局面で、こんなに恐ろしい詰むや詰まざるやを指す気は全くしないということで、実戦は8二飛車成に対して5六銀と歩を取って退路を開けていきました。これで6四玉から5五玉のルートが開けまして、後手勝勢がはっきりしてきたというところですね。で、実戦はただここから斉藤八段がもう一つ大きな罠を仕掛けておりました。それがまず6四銀とシンプルに打つでございます。で、渡辺名人はせっかくこの5号地点が開きましたので、同玉と取っていきまして、で6二竜に6三銀とがっちり合駒して、これでようやく勝ちになったかと思われたんですが、斉藤八段は最後5八金という粘りを見せていきました。まあ、実はこれもただ手数を伸ばしただけじゃなくて、強烈な狙いを秘めた粘りでした。以下、7七角成同桂の時に、実戦は7六銀と渡辺名人が斉藤八段の最後の罠を見破って手厚く打って、ここで投了になったわけですが、実はですね、仮にここ勢いで7六歩と突き出しますと、とんでもない逆転の筋がありました。これが7五角ですね。まあ、斉藤八段が狙っていた罠の第2弾となっております。で、仮にこれ7四玉なら4二角成と銀を入手して、これで後手玉は詰めろ、先手玉は詰まずに一気に逆転模様ということになるわけですね。例えばどういう詰めろかというと、まあ、後手が平凡に、こういう感じで来た場合は、7五銀と打ちまして、8三玉に、8四歩と打ちます。で、王様をかわして7三竜で王様をかわして8三竜までの詰みということになるわけですね。ぱっと見6二角成には7七歩成同玉4四角で王手竜取りかけて勝ちに見えるんですが、そこで6六桂という、逆王手の強烈なカウンターがあって、これは先手が勝ちになります。同角は同歩の時に先手玉は詰まず、後手玉は受けなしとなってしまうわけですね。まあ、ということで、ちょっとこの筋できませんので、これは先手の勝ち筋に入ります。で、また7五角に5五玉の変化は6三竜と、ボロッと銀を取りまして、7七歩成なら同玉で6三の竜、7五の角、8八の香車、
すべての駒がよく効いて詰まなくなっておりまして、先手の勝ちが決まります。以下例えば6九角だったら、6四角4四玉に4五歩と焦点に打ちまして、同銀や同金は5三銀から簡単に詰むので同玉なんですが、3四銀4四玉に、まあ、3三竜同銀4三竜という感じで、詰み筋になっております。まあ、ということでこの変化も先手が勝ってしまいました。また7五角に同玉の変化もあるんですが、これは7三竜と取ります。で7四に何か合駒しないと詰まされてしまいますので、まあ、なんか打つしかないんですけど、まあ、そこで8七桂打ちと打っていきまして、一見8六玉で逃げ切って次に7七歩成の詰めろで勝ちに見えるんですが、そこで7四竜と合駒を取るのが絶妙の一着で、これでやはり先手が勝ち筋に入ります。以下7七歩成なら同竜と取って逆王手で後手玉が詰んでますね。また同銀と取るのも9七角と打ちまして9六玉に4二角成とすれば9九の香車で空き王手、8六玉とも同馬と取られちゃうので逃げられませんし、合駒しても同香まで詰んでますので、これで詰め上がりという風になってしまうわけですね。ということでこうした恐ろしい罠があったんですが、斉藤八段は、ごめんなさい、渡辺名人はそれを見破って7六歩ではなく7六銀と重しをかけたところで、斉藤八段が投了となりました。以下例えば7九桂とかで6七銀成を受けたとしても7七銀成、同玉4四角と王手竜取りをかけられて、これは万事休すですね。さすがにこの竜を取られてはもうこれ以上粘る手段が難しくなってしまいます。また、6九玉と引いても5七桂で取れば6八金の積みがあって、やはり後手が勝つということですね。5九玉は4九金で積んでます。ということで最後の罠を見破った7六銀が素晴らしい手で渡辺名人の勝利となりました。またここから6八桂っていうふんどしが気になった人いると思うので、これも、解説していきたいと思います。これは6七銀左になるとすれば、そのまま先手玉積んでますね。別に詰まさなくても7七銀ならずから4四角のさっきのルートでも十分勝てそうなんですけど、まあ、一例として詰みがあるので詰ましておきますと、まあ、スパラして6六歩が好手ですね。で同玉なら5七角6七玉6六歩と追い込みまして、7八玉に6八角成とボロッと桂馬を取って、同玉なら6七金から5八金打ちという筋で詰んでいるという形になります。まあ、ということで斉藤八段が最終盤でたくさんの罠、特に2つの罠は誰が引っかかってもおかしくないぐらい、痛烈な罠だったんですが、渡辺名人さすがの逃げ切り劇で、勝利、これで3勝目ということになりました。まあ、渡辺名人以外の棋士だったら斉藤八段の終盤力の前に、逆転負けを喫しても決しておかしくはないと思うんですが、渡辺名人は今のところは斉藤八段に相性バッチリという感じですね。昨年の名人戦も4勝1敗で退けまして、そして今期も3勝1敗、防衛にあと1勝と迫っております。次は5月28日と29日に行われますが、そちらも注目して見ていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。斉藤八段が終盤に仕掛けていた罠を少しでも堪能していただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。